2月20日土曜日のウィニング競馬は土曜競馬にとって G1 デーと言っても過言ではない豪華ダブル重賞をお届けします。はい、こちらダイヤモンドステークスと京都牝馬ステークスです。はい、ダイヤモンドステークスは東京コースの最も長い距離で行われる平地重賞でございます。昨年は、はい、最低人気、16番人気の未来への翼が勝利して単勝の払い戻しは 32,550 円、そして3連単はなんと355万超えと荒れることも多い、何回も荒れすぎですけどね。100円が355万ですからね。夢しかないですね。はい、夢しかありません。そして京都牝馬ステークスもここ2年連続で13番人気が馬券に絡んで大荒れと、どちらも予想が難しいですが楽しいです。はい、番組では関係者取材などを中心に馬券的中のヒントとなる情報をたっぷりお届けします。ということで2月20日15時スタートのウィニング競馬ご覧ください。